こんにちは、吉谷さん。例のやつ来ましたか？なんかいいですね、アレクサね。なんかアレクサ歌ってって言って、なんかサンバ歌い出すのを見て、私はね、ナイトライダーをやっぱ思い出しましたね。ナイトライダー今日車検終わったみたいなんですよ。でも、車検終わったんだけど車検通らなかったらしいんですよね。それがね、税金払ってないですよってことで止まってるんですよ。で、ちょっと調べたんですけども、私ペイペイで払ってるんですよ。ペイペイで払うと、なんか知んないですけども、広島県では反映されてるし、広島県から全国への反映はね、確認できるんですけども、埼玉で車検受けてもらってるんですけども、埼玉の方では、いや、これは、納税証明書いりますね、みたいな感じでね、本当お役所仕事っていうか、縦割りだなと思いますよね。この辺も AI が進めば、こんないざこざ起きないんでしょうね。おかげさんで私わざわざね、車検証のファックスを送ってもらって、これを元に、県税の事務所に行って、紙の証明書をもらってね、紙の証明書をもらってですよ。で、レターっぽくて送らないといけないんですよ。この時代にね、メールとかね、画像でいいのに、メッセンジャーとかで。なんかこんなね、ローカルなことを未だにさせられるんですよ。ほんとまあ、どしがたいなと思いますけども、ただね、効率化されて困るところはあるんですよ。事務の作業とか、それから市役所の作業が、県税のね、あの辺の事務作業が減ると、人員削減になるじゃないですか。その分だけ職に敗れる人が出るんですよ。職に敗れる人が出ると世の中では求職者が増えて、まさに一般労働がものすごくね、過当競争になって賃金が安くなるんですよね。まあ、ですんで、高い給料を払わせるために効率化しないっていう道もあるんですよね。で、職員さんね、行政の職員さんがクビにならずに、終身雇用で給料がっぽりもらうと、その人たちはお金使うじゃないですか。だからブラック企業の商品が売れるとか、低価格の飲食店の商品が売れるとかっていう流れができてるんですよね。だから公務員削減っていうのは、実はね、自分で自分の首を絞める行為なんだろうなと思います。すごくね、理不尽というか、やりきれない不条理なんですけども、公務員さんをね、どっちかっていうと、もっともっと増やさないと大変なことになるんじゃないかなと思いますよね。で、そもそも税金っていうのが行政、職員さんの給料になってないですからね。あれは全部国債発行なんで、だからお金を発行して給料を払って、納税っていうのはまあスタビライザーなんですよね。例えば車に税金がかかるのは何でかっていうと、車が手軽に買えないようになってるんですよ。車の維持が難しくなってるんですよ。それこそ一人がね、3台5台とか車持っちゃうと、手軽に持っちゃうとね、渋滞が起きるから、ほのかの理由もあると思いますけども、なるべく車を持てないように、持てないようにいろんな税金をね、二重三重にかましてくるんですよね。まあ、それでも車好きな人はガンガン持ちますけどね。で、若者の車離れって言うじゃないですか。確かに民間の車産業ってのはきついですけども、税金の徴収額を上げれば済む、徴税の方はね、いくらでもコントロールできるんですよね。なんか不条理ですよね、これもね。まあなんか例のやつね、届きましたっていう動画を見て、なんか全然関係ないところに話がいっちゃいましたけども、まあおかげさんでナイト2000もこれから戻ってくるみたいなんで、車検を終えてね、楽しみだなと思います。結局ね、100万円ぐらいかかりましたよ。タイヤも4本交換、もう何もかもやり替え、その代わり気持ちよく乗らせてもらいますよ。で、ナイト2000がね、車検に行ってる間に私はね、セルショー買ったじゃないですか。もう何やってるんだって話ですよ。で、これで世の中の経済回ってるじゃないですかね。だからね、今回の動画の結論としてはちょっとおかしな話になりますけども、世の中に無駄遣いはないって話になります。自分は無駄遣いだと思っても、その無駄遣いをしてくれるおかげで商品が売れたりサービスが売れたりする、助かってる人がいるんですよ。誰かの所得になってるんですよ。ということは、いくらこちらで無駄遣いしてもね、向こうの方では助かってるんですよ、売り上げが上がって。だからね、なんか逆に無駄遣いはしないとか節約するってのは尊いことなんですけども、そうなったらどうなっちゃうのかなと思いますよね。無駄遣いすることによって成り立っている部分もありますんで、で、オリンピックのね、開催費用が7000億円で、小さなオリンピックとか言ったのが結局3兆円超えしたじゃないですか。でも3兆円超えして、多くの方が所得を得て、その得た所得が結局どっかに使われてってぐるぐる回ったことを考えれば、なんかね、そんなに目くじら立てることじゃないのかなっていうふうに今感じてますね。だって実際、オリンピックの利権に直接絡んだら美味しいですけども、直接絡まなくてもね、オリンピック利権で稼いでる人の取引先とか下請けとか
それからそういった利権で儲かった人が飲みに行く先の飲み屋とかに働いてる人はほら助かりますもんね。結局トリクルダウンって言って裾野までお金が行き渡るような形になってるんじゃないかなって思ったりすると、オリンピック嫌いの私もね、まあいいんじゃないのみたいな気持ちになりますね。要するに物事ってどこから見るかによっていろんな捉え方があるってことですよね。そして話題は全然変わりますけども、最近ほらさっきのでっかいスピーカーもそうですし、こうやって製品買うと説明書ってほとんどついてないですよね。でもこれも結局情報自体だから説明書がなくったってあれこれ使った人がね YouTube で勝手に使い方とか上げてくれるからメーカーの方ももういらないよねって形になってるのかもしれないですね。まあすごい時代ですよね。まあということを感じました。いってらっしゃい。